アエロフロート821便墜落事故とは2008年9月にロシア連邦で発生した航空事故である。なお表題は日本で報道されたアエロフロートとしているが実際の運航は子会社のアエロフロートイコールノルドが行っていた。アエロフロート821便は首都モスクワのシェレメーチエボ国際空港からソいボルが連邦管区ペルミ地方のペルミへ向かう。 ロシア国内線として運航されていた。便名はアエロフロート名義だったが、実際の運航は、子会社のアエロフロートイコールノルドだった。821便の使用機材は、アメリカ合衆国製総発ジェット旅客機のボーイング737から500型機だった。この機体は、リース機であり、 アイルランドに本社を置くパインウォッチとの間で2008年7月から2013年3月のリース契約を結び引き渡されたばかりだった。なお、この機体は1992年に製造され、中華人民共和国のアモイ航空で、機体記号 B-2591 として2008年まで運航されていた。 その間中国南方航空に一時的にリースされていた時期もある。アイロフロートイコールノルドの当初説明では、運航乗務員は非常に経験豊富で社内でも最優秀に属する人材であり、飛行経験は機長が3689時間、副操縦士は8713時間だった。しかし後に機長としての経験は実は五十二時間に過ぎず、 副操縦士の737での飛行経験も219時間にしかなかったことが明らかになった。452時間というのは民間航空の操縦士としては1年間の飛行時間にも満たず、その意味では初心者に属する。基調と副操縦士の飛行時間は、ほとんどがそれぞれつ -134 と、アンスによるもので、特にアンには旧式で、 有志会飛行しかできないので、737に機種転換する場合は、景気飛行をはじめとする諸技能を一から学び直す必要があった。州航空観察局のゲンナジー・クルツェンコフ局長によれば、運航乗務員が会社に提出した必要研修の終了証書は偽造されていた。2008年9月14日、深夜、天気は、 運転高度240メートルのドインで少量の雨を伴っていた。現地時間午前5時10分、821便はペルミ市南西郊外の線路上に墜落した。事故当時、821便はペルミ国際空港の滑走路21に向けて着陸侵入中だった。管制官の証言によると、同期の乗員は管制の指示に正しく従わず、 旋海後西に,に向かうべきところを東に進路を取った。しかし上院は何ら緊急事態は報告せず、指示にはすべて肯定応答していた。現地時間午前5時10分、同期は高度1100メートルで通信が途絶え、レーダーから消えた。同期は墜落して完全に破壊され、炎上中の機体がペルミ市内で発見された。残骸は4キロメートル四方に散乱し、 乗員6名乗客82名の全員が死亡した。当初、同期は高度1000メートルでエンジン火災を起こしたとの説があった。目撃談では同期は空中で燃えており、高価格30から40度で墜落したという。ところが当時は運転高度240メートルのドインだったので、見えたとしても一瞬だったはずだとわかり、結局この情報は、 調査当局に誤報と断定された。最終調査報告書によれば、同期は最終旋回の後、オートパイロットとオートスロットルを両方切って、高度600メートルで着陸侵入していたところ、1300メートルまで上昇し、左に360度横転して墜落した。墜落現場本事故は、ロシアの航空会社が、 アメリカ製旅客機で起こした初の死亡事故となった。この事故で、シベリア鉄道の一部も、被害を受けて9月14日夕刻まで、通行止めとなり、その間、チュソブイ駅を経由する迂回路線が設定された。アイロフロートイコールノルドの公式発表によれば、搭乗者は、子供7人を含む乗客82名と、乗員6名であり、全員死亡した。犠牲者には、 ロシア人66名の他に外国人22名が含まれていた。また、第一次チェチェン戦争における武装勢力相当作戦でロシア統合軍集団を指揮したゲンナジートロシェフ連邦大統領顧問も乗客として登場しており、事故の犠牲になった。アエロフロートは事故の保証義務を履行して遺族に各200万ルーブルを支払うと表明した。 管制塔と821便の間で交わされた更新内容が公開されている。最終調査報告書によれば、操縦士は事故当時酩定しており、これは録音からも聞き取れるという。当直だった管制官によれば、事故機の最終侵入はローカライザから右に離れすぎていたので、進路を修正するよう指示した。さらに着陸のため降下すべきところを、 同期はなぜか上昇に転じた。管制官は821便に対して高度を確認するよう要求した。こちらのデータでは上昇しているように見える。現在高度900メートル確認せよ。821便はその段階では本来高度600メートルからさらに300メートル降下すべきだった。操縦士は了解。 降下すると返答してから1200メートルまで上昇し、降下経路を補足不能になった。管制官は同期に右旋回して、着陸また行するよう指示した。操縦士は校庭を通したが従わず、逆に左旋回して、侵入続行許可を求めた。管制官は一体大丈夫なのかと尋ねたが、同期は大丈夫だと答えた。管制官は、 着陸また行するよう改めて指示して、別の管性周波数に切り替えるよう伝えた。ところが、操縦士は、切り替え先の管性管に通信せず急速に降下を、始めた。高度約600メートルとなったところで悲鳴と、ああ、という叫び声が聞こえ、管性管は600を維持しろと叫んだが、直後に爆発の先行を見た。 墜落現場と追悼費の眺望ロシアの国家間、航空委員会が事故調査員を設置して調査を主導し、米国からも国家運輸安全委員会と連邦航空局及びボーイング社が協力した。機体はバミューダ諸島で投記されていたので、協定に基づき、イギリスからも航空事故調査局の上級調査官2名が参加し、バミューダの民間航空省職員に協力した。 また、エンジンは、フランス製だったので、フランス航空事故調査局も調査に参加した。ブラックボックスは二つとも無事回収され、そのデータから、事故機能エンジンに、火災はなく、地表に衝突するまで正常に稼働していたことが、判明した。2009年5月29日、最終報告書が公表され、以下の事故原因が挙げられた。欧米諸国と、 旧ソ連のアビの表示方式の違いによる墜落事故は何件か起きている。スイスのチューリッヒで起きたクロスエア498便墜落事故も同様の原因だった。ありがとうございます。